え、なんかあれじゃないの？平面図を描いたら勝手に立体化してくれるものじゃないんか？ 3D プリンターって凹凸までねねがやらなきゃいけないのかな？難しいのかな？そういうソフト扱うのって。パッパが教えてくれんじゃないって。パッパにゃ無理だよ。パッパにゃねねがわからんことはわからんの、多分パパは。ブラザー、ブラザーダメだ。ブラザーだってパソコンのタイピングですら、怪しいもん。すっごいゆっくりパチ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 、両手で打てない。人差し指で押す派？初心者のピアノみたいな、人差し指だけでピローンピローンって押してくれ。ダメだ。意外とモモス漬けの中だったらねねだと思うよ。機械系の強さで言えばねねが一番ハイスペックだと思う。ねね最強。マジかって言うの？なんだよマジかって。何に対してのマジかな？なんだ、ダメ、なんだ。こんなね、YouTube で生配信なんて高度なことしてるんだから、難しいんだよ、意外と。できんの、みんな。みんな気軽に YouTube 開くことはみんなできると思うけど、みんな、配信するにはね、なんか、OBS っていうなんか、小難しいやつ使わなきゃいけないの、できるの、みんなに。できるんですか？こんな可愛い感じでできるんですか、みんな。やったことないっしょ、みんな。わー、この中でねねが一番ハイスペックだから。OBS が何の略か知ってんのって。え？お、え？お、OBS。え？はぁー？はぁー？逆にみんな知ってんの？オートバランス世界が今思いついたけど、世界だけ日本語ってことはないと思うんだよな。オートバランスセカンドか？まあねねはね、正解知ってきてみんな知ってんの？逆にみんな知ってんの？知らないっしょ、みんな。別にね、何の略か知らなくても使えればいいんだからね。オートビールサーバーしちゃって。オートビールサーバー。うわぁ、使ってみたい、あれ。